小屋部ソニックは2008年から2014年まで及び2017年から毎年大阪府大阪市で開催される音楽フェスティバルである。通称、小屋ソニ。吉本新喜劇座長である小屋部和豊が企画主催する音楽イベントである。音楽だけでなくお笑いにも重点を置き、出演芸人たちによるネタブロックを各日にブロック設けているほか、 出演ミュージシャンと芸人のコラボ企画を実施するなど、音楽とお笑いを融合させている。同じく、大阪、舞島で開催される、野外音楽イベント、サマソニーを意識しており、自身がレーザーラモンと組んで活動するユニット、ビッグポルノが、かつてサマソニーに出られなかった、過去の悔しさから、酒を飲みながら、小屋ブソニックでも作ってサマソニー潰したる。または、 隣で小屋そにやって潰したろうか。とぼけたところ、その場で、レーザーラモン RG が乗っかってきたことをきっかけに、スチャダラパーをはじめとした知り合いに声をかけてみたところ、好評であり、イベントが発足したという。もともとは、サマソニ同様親が音楽イベントとして発足したが、2013年以降は、屋内型のイベントに移行している。また、2011年には、 当時の大阪府知事の橋本徹も出席した。ビッグポルノの解散に伴い2014年に一旦イベントを終了したが、2017年に小屋部の結成した5人組バンド、吉本新喜劇図が出演するイベントとして3年ぶりに復活することが明らかにされた。この年は2日目が台風17号の直撃を受けてしまう。当初は、 予定通り特設会場でステージを開始したものの、風雨が強まる。中国外でのイベント継続は困難だと判断。たまたま近隣の舞島アリーナが予定されていた、イベントが中止になり空いていたことから、イベンターの共同大阪の協力のもと急遽、シャトルバスにて出演者、観客、機材を移動し、開催を続行した。 FM 大阪とのコラボ企画によりオープニングアクト出演のアーティストを選出するロード2小ブソニックを開催。ありがとうございます。